い、こんにちは。ガラパゴス RPG 第1弾、フェアリーフェンサー F でございます。コンパイルハートさんね。まあ、またかって感じはしますけど、もうガラパゴス特定の地域、特定のユーザー様に直接お届けっていうわけですよ。フェアリーフェンサー F。要するに、ファイナルファンタジーではないけど、FFF と。略すと、FFF。いや、そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。イメージイラスト、天野義高。そして音楽、上松信夫。いやいや、これいいのか？絵を描いているのが、まあこれね、見てわかる通り、夏子。ネプテューヌの絵ですね。で、開発チームがネプテューヌチームと。要するに、そんな感じで、悪ノリですよ、いつもの悪ノリ。私はこういう考え好きですよ。特定の地域の特定のお客様向けに作る。要するに、本当のファンに向けるってことでしょ？特定の地域とか言ってっけど、多分、外国人欲しがりますよ、これ。わかる、私にはわかる。これがなんだ？いろいろ入っている。いろいろ入っている。ガラパゴス RPG 応援したいということで、記念で、リミテッドエディション買いましたが、中何が入ってるか、実は把握してない。秘密のデート CD。あ、なんか、小説入ってましたね。おー、これはいい！クリアカード、超綺麗！砂子さんと天野義高さん。いや、超綺麗！これはいいですね。これはすごくいいと思いますよ。もうこっちが特にいいです。こっちがね。天野義高さんの絵が、キラリと光る。はい、ビジュアルブック。あー、これはすごいな。またこれはお金かかってんな。結構お金かけてんな、これ。いくらしたんだ？ちょっと忘れました。全ゲームと、ゲームね。はい、だからこんな、つなこさんの絵を前面に押し出すのか、天野義高さんの絵を前面に押し出すのかっていう、そこが難しいけど、まあ、大体こっちでしょうね。ガラパゴス RPG って言ってるくらいですからね。大体こっちですよ。私一つ心配、じゃあ心配ですよ。超次元ゲームの FTN の一作目、あれの発売日に、飛びついてやってますからね。厳しかったですよ、あれは。まあ、初期ネプテューヌを考えると、ちょっと怖い。最近のネプテューヌ、よくできてるもんね。最近のネプテューヌはよくできてるんで、それをね、登場してくれてるんだったら大丈夫でしょう。今回、ソフマップで買ったんで、ね、テレカーついてきました。こういうね、店舗特典っていうのは大体男性向けなんでね。私はこれあんまり絵が、まあ、面白くなくてもいいからやりたい。うん、だって、応援したいもんね、このね。いやいやいや、応援したいですよ。真の FF。 はい、そんなわけで天野義高さんイメージイラストの、上松信夫さん音楽、そして綱子さんのイラストに、ネプテューヌチーム開発、フェアリーフェンサー F、 略して FFF、 コンパイルハートさん開発発売と、ガラパゴス RPG 第1弾、フェアリーフェンサー F の紹介でした。バイバーイ。